今日は幹事さんのヤイズロックンロールを会議に豊橋からいらしてくれたんですよ。そうです、はい。たっちゃんのカッパ感っていう曲があったよ。でそれでファンにもそれを聞いて、はい、あ、そうですか、ありがとうございます、はい。